今回は昔おもちゃとして流行った写真を紹介しましょう。それがこちら、日光写真と呼ばれるものです。昔は駄菓子屋さんなどに売っていました。どうやって写すのか、こちらの大きな装置で日光写真をやってみましょう。まず袋の中に入っている印画紙と呼ばれる紙を取り出します。その上に私が写っている種紙、いわゆるネガを置きます。本来はこれに太陽の光を当てるんですが、今回は照明の光を当てます。5分経ちました。では取り出してみましょう。写真ができた。種紙の画像が白い紙に映し出されましたね。実は映し出された画像は種紙の画像と比べ白黒が逆になっています。原理を説明しましょう。実は印画紙の表面には光が当たると変化を起こして黒くなる物質が塗られています。つまり種紙によって光が遮られている部分は白く残り、光が当たっている部分は黒く変化するため白黒逆に映し出されたのです。この日光写真はそのまま明るいところに置いておくと蛍光灯や日光によってどんどん黒くなってしまいます。そこで黒くなるのを防ぐため、こちらの定着液で洗います。これは水のカルキ抜きに使われる塩硫酸ナトリウムの水溶液です。すると印画紙に塗られている光に反応していない物質が洗い流されます。これを水で洗って乾かせば長期間保存することができる日光写真になるんです。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハッピーエネ。